ニューワールド、ニュースキル。近年注目されるようになったこの言葉は、デジタル化が急速に進んでいく中で企業に求められるスキルというのが大きく変化してきていることを示しています。 PwC が行った世界一 CEO 調査によれば、約 74% の CEO がこの新たなスキルの獲得こそが経営における重要な関心事というふうに示しています。さらにその成否こそが今後の事業競争力を左右する重要な要素になってきているのです。しかしながら、このスピード感と変化に企業が追従していくためには、企業は従来の人事戦略から大きな舵取りをしていかなくてはいけません。そのための重要な要素になってくるのが、スキルを軸とした人員計画、事業との連携の強化、スキル調達の多様化、さらには自律的な人材育成、この4つになってくるのです。まず1点目のスキルを軸とした人員計画ですが、頭数を軸にした人員計画だけではなくて、事業がどのようなスキルを求めているのか、そしてその質のレベルはどの程度なのかというところをきちっと定義した上で、量と質両方の観点から人員計画を組み立てていくといったことが重要になってきます。そして次に2点目ですけれども、事業との連携の強化です。1点目で申し上げた事業に必要なスキルというのを見定めていくためには、事業の内容にきちっと精通をしていく HR としてのビジネスパートナーシップ、これが重要になってくるんです。そのために人事部門はこれまでの人事のあり方から、事業と人事、この双方がどういったような役割分担をしていくべきかということを考えていかなくてはいけません。そして3点目になってくるのが、スキル調達の多様化です。当然ながら新たなスキルを手に入れるためには、自社今いる人材というのをいかに活用していくのかというのは重要になってきますけれども、それではこの変化に追従していくということは難しくなってきてしまいます。そのためにさまざまな外部であるとか、ギグワーカーであるとか、雇用形態、さらには働き方、さまざまなものを組み合わせて新たなスキルを迅速に調達していく、このような戦略が求められてくるのです。そして最後に4点目ですが、自律的な育成という観点です。当然ながら新たなスキル調達のためには外部活用というのも有効な手段の一つですけれども、やはりその企業としてその根底にある課題というのは、自社に今いる人材というのをどのように生かしていくのかということになってきます。事業変化によって求められるスキルというのが急速に変化していく中で、そのスピードについていくためには、やはり社員一人一人が自律的に自分のスキルを向上させていくということですね。これが非常に重要になってきます。その意識変革のために、やはり人事がきちっと施策を打っていくということですね。それと同時に、その先にある育成の機会をちゃんと個々に対して提供していくということですね。この仕組みを作っていくということが非常に重要になってくるのです。置かれている事業環境、会社としてのカルチャー、社員の意識レベル、これらに応じて当然ながら企業によって取られるべき施策というのは変わってきます。しかしながら、この4つの観点に対して迅速にアクションを取っていくということですね。これがこのデジタル化の大きな変化に対して、これをチャンスに変えていく、そのための重要な第一歩になってくるのです。